サンチャゴ島チケーズサンチャゴ島はガラパゴス諸島の島の一つである。カリブ海でコロンブスにより発見された最初の島にちなんで名付けられたサンサルバドル島の名でも知られる。英名のジェームズ島はスチュアート町のジェームズ一世にちなんで名付けられている。サリバン湾1835年にチャールズ・ダーウィンが上陸した4島のうちの一つである島は 二つの重なる火山からなり、面積は585平方キロメートル。北西の縦状火山の頂上が、海抜907メートルの最高地点となる。島の南西にある火山は、戦場の裂け目に沿って噴出し、はるかに低地である。島の最も古い溶岩流は75万年前に、遡る。サリバン湾ンは、サンチャゴ島の東側に位置し、対岸には、 バルトロメ島がある。1890年のまだ新しいパホイホイ溶岩流があり、溶岩の気泡に覆われた黒い溶岩を呼び、煙突状のホルニトの後、さらに表面が棘状になったアー溶岩を見学することができる。亀が餌草に来る二つの小さな浜もある。カズンロックはよく知られたダイビングスポットであり、 サンチャゴ島の東海岸沖に位置している。このカズンロックは、水面より10メートルほど隆起した、火山岩の多層からなる三角形の岩である。プエルトエガスは、サンチャゴ島の西側、ジェームズ湾の南に位置し、侵食された岩が形成された長い、溶岩海岸線がある。様々な野生生物が生息し、海イグアナが、日光浴をする。塩溜まりには、 多くのガラパゴスベニリワガニが見られる。近くには、オットセイのコロニーもあるプエルトエガスは、シュノーケリングや、熱帯魚の多くの種の観察に、最適な場所でもある。声援所の跡が残り、プエルトエガスの名称は、1960年代に、ここで声援を営んだヘクターエガスの名による。ウミグアナ、ガラパゴスゾウガメ及び、ウミガメ類、ガラパゴスアシカ。 ガラパゴスオットセイ、イルカ類、サメ類などが生息する。ダーウィンフィンチ類や、ガラパゴスノスリも普通に見られ、ガラパゴスマネシツグミは、アシュ、MP パーソネーティスが分布する。ベニーロフラミュンゴは、大雨による土砂で、ラグーンが消滅するまで北岸部に生息していた。18世紀に、海賊も立ち寄った、サンチャゴ島には、1800年代から1900年代、 初頭に多数のヤギや豚、それにロバが人によって移入され、それらの動物は固有種に大きな被害をもたらした。植生を荒らすヤギは1813年、アメリカの軍艦エセックス号より離されたことが知られる。それまで生息していたガラパゴスリクイグアナは、その巣が野生化した豚に襲われるなどして1800年代末、ゴロには絶滅した。 ガラパゴスゾウガメの固有アシュもまた絶滅が危ぶまれていた。サンチャゴ島のゾウガメは、その卵を食べる、豚の被害を受けていたが、1975年より、卵の保護、育成が始まり、2000年には、通算500頭の復帰を数えるようになった。近年の生息数は1,165頭とされている。1997年より、ヤギ、豚、ロバに対する、 本格的な撲滅事業がサンチャゴ島でも開始され、2000年には豚が、ついで2004年にはロバが根絶され、2005年には野生化したヤギも島から駆除されたことが2006年に宣言された。ガラパゴス国立公園当局は生態系回復プログラムの一環として、サンチャゴ島におけるガラパゴスリクイグアナの生息環境を回復する計画を立案。 2019年1月7日までに、聖母はノルテ島から1436頭の陸イグアナを運び、野に放ったことを明らかにした。ありがとうございます。